皆さん、はじめまして。こんにちは。千原田舞と申します。私はピアノを4歳からずっと習ってたんですけど、最近全然弾いてないなと思って、せっかく今撮影の間ちょっと時間があったので、ちょっとあそこの先にブックオフがあるんですね。そこでちょっと楽譜を今日は買ってきて、ちょっと私ショパン好きなんですけど、ショパンで星に願いをというミッキーがついた可愛い楽譜をちょっといいなと思って買っちゃいました。はい、曲は結構ディズニーの曲がいっぱい入ってるんですけど、ちょっとなんかショパンって書いてるので、ちょっと弾いてみようかなと思って、ちょっと弾いてみたいと思います。何行こうかな。あ、これ彼こそが海賊、弾いてみます。最初ずっと弾いてたけど、ところどころショパンの要素が出てきて、私小学校の時ぐらいかな、このショパンの多分これ幻想即興曲だと思うんですけど、この部分弾きました。カリブは私小6だったかな、運動会の時に組体操って、今ちょっと結構禁止されてるんですけど、組体操の時、なんか入場の時にディズニーの曲使うっていうので、みんなで何で入場したいっていう話になって、カリブで入場したらかっこよくないみたいなのを思い出して、ちょっと今ちょっとなんか懐かしくなっちゃったな。なんか他もちょっと弾いてみたいなと思って。あ、待って、カリブ、そもそもカリブってどんな感じだったっけ。多分今この調だったんですけど、こんな高くなかったな、これだったと思う。ピアノ奏法って結構難しく考えてて、私もピアノで弾いてて
ショパンはすごく好きだし、いろんな曲もいい曲もあって弾くけど、やっぱそういう奏法とか考えるのって楽譜にしないとわからなくて、今までは割とこう自分で楽譜にしてそれをコピーしてピアノで弾いてみて、あ、こんな感じでアレンジしたら綺麗かなっていうのをずっとやっていて、それをネットにも何回か上げたことがあるんですけど、実は顔出しをしてなかったんですよ。で、まあ、私も大学卒業してもう2年も経つし、結構この2018年は私恥ずかしながらミスコンテストに出たりもしてて、それでやっぱり撮影をしていただく機会が増えて、今日もその撮影の合間を縫ってこうやってピアノ弾いてるんですけど、なんかもう撮影とかやっぱ人前でね出て、まあ、ポーズ撮ってっていうこともやってるので、もう動画でも顔出していいんじゃないかなと思って、もうそろそろ私もそうだな、今年年明けてもう25になるので、うん、もういいかなと思って、はい、うん、そうだな。で、今25になるって言ったし、バースデーソングでも弾こうかな。あ、そう、それを、このバースデーソングを今のショパン奏法を使ってちょっと弾いてみようと思います。何しようかな、ちょっとじゃあ大人っぽく25だし暗めで。いろいろ本当の曲のメロディーと、あの自分のこう弾けたらいいなっていうアレンジの楽譜にして書いて、それの通りにちょっと楽譜通り弾いてみるといろいろ発見もあるので、皆さんもちょっとチャレンジしてみてください。私もこれからもっと勉強したいと思います。イエイ。